メルセデス様は母上を亡くされてまだ日も浅い。お休みになられてはいかがでしょう。メルビン、でも私は。執政は私にお任せください。メルセデス様が出られては皆が混乱します。陛下が足手まといだと申すのか。めっそうもないことです。メルビン様、武器庫の司がご相談があると申しております。すぐに会おう。それでは失礼いたします。あやつ、武器庫まで自由に扱っておるのか。お母様の言った通り、私何もできやしない。しっかりなさいませ、メルセデス様。不穏な空気が流れております。彼の動きが怪しい。何やらうちに野心を秘めて謀略を練っている様子。表立って動きはありませんが、このままではいけない。エルファリア様に仕えていた魔法使いに話を通しておきましょう。竜を刺激し冥界までも見渡せる名高い魔法使いベルトモに、こちらも対抗できる実力者を味方につけておいた方がよい。まさか内乱は起こさぬと思うが、先が読めません。エルファリア様亡き後、国が割れては魔王討伐どころではありませんと。ベルドンは森のイオリに引き下がったと聞きます。メルセデス様が足を運べば強くして力になってくれましょう。魔法使いがいるのかしら。どうしよう。おや、どうしたんだ。カエル、お前のせいよ。大事なお母様の石弓を落としてしまった。俺のせいではないだろう。池にカエルはつきものだ。ああ、見つからない。どうしたらいいの。この辺には深いところもあるからな。俺なら潜ってなんとかできそうだね。でも水底の大事なものを拾ってきたなら、君は俺に何をしてくれるんだい。これからはカエルを撃ったりしないわ。お話にならないな。待って、分かったわ。カエルさんの言うことを何でも一つだけ聞くわ。お願い、取ってきてくださらない。いいぜ、約束したぞ。ぬめぬめしたいやらしいカエル、あんなやつの願いなんかたかが知れてるわ。メルセデス様、こんな沼で何をしているのです。いいところにお前を探していたのよ、忠実な魔法使いベルド。お前に頼みがあります。力を貸してちょうだい。はて、困りましたな。私めが今忠実にお仕えしている方はメルビン王でございますから。メルビンが王だなんて、間違えないで、この国の女王は私です。いいえ、間もなくそうなります。さあベリアル、小さな陛下を飲み込んで差し上げる。これだろう、落としたの。おい、あれ、
宮にお返しするわけにはいかぬ。覚悟なされよ。くらえ！なんだお前は。こいつ毒を。仕方ない、ここは一旦。逃げたか。ドワーフが作った魔石の武器か。ひどいな、私の鱗がズタズタだ。まだやる気？弓を下ろしてくれ、私に誠意はない。私はあの魔法使いの言葉に逆らえないのだ。あいつがいなければひとときの自由が戻る。ごめんなさい、わけも知らずに。私、お前に牙を剥いた私を気遣ってくれるのか。心優しい小さな女王よ、忠告を聞くがいい。花園では半旗の炎が燃え上がった。今すでに反乱は起こっている。エルピンか。すぐに行動に移すのだ。取り返しがつかぬこととなる。おい待てよ、約束は。どうしたら。